でもこのルビネシウムってさ、ねこのルビネシウムってさ、結局あれやんな。あのー、リアルフォー世代のスティーズスピニングみたいなことやろルビネシウムって。ね。リアルフォー世代のイグジストを踏襲したスティーズスピニングだったりプレッソ LTD だったように、モノコックのイグジストを踏襲した あのー、ルビニシームなわけやねんかそれもなんか時代が感じられていいよねルビアスエアリティ前評判の割にそんなに騒がれてなくないああんだろううーん正直なとこ なんだろう,うーん、俺が言えた立場じゃないけど、ルミネシウムに関しては、あれなんじゃないですかあのー、使う人間が良さを分かってないんじゃないですか <laughs> あのー、ちゃんとした人しか、よしあしが分からんから、分からんもんって喋れんじゃないですか。ね。多分ちゃんと釣りに精通しとって、 それこそ、イグジストを使っとって、ルビンシーム使うんだったら、多分、違いだったりとか、ね、あのー、そういうのが分かると思うんですよ、うん。ちゃんと、ちゃんと釣り側、釣りというか、釣具を分かっとる人からしたら、ルビアスエアリティって、あのー、その、分かれる、あの、ちゃんと、ちゃんと選別、判断できると思うんですよ。 けどその釣りが分かってる人たちがこうやってネットでねあのー、発信活動ってのをやっとらんから分からないですよけどあのー、釣り釣り具を分かってないジッパー一とかげんの凡人たちが結局のとこルミネシウムを手に取っても分からない実質イグジストって言葉しか言わないじゃないですかねあのー 旧館長みたいに。ジ,ジッツイグジスタジッツこれはジッツイグジスタこれはジッツイグジスタこれはジッツイグジスタ,ジスイスタみたいな。ねあの、ねもう壊れ、壊れかけた、ねもう壊れたラジオみたいにさ、ずっとそれしか言わんねえか。ねだから、高性能すぎるんやと思うよ。だから伝える側の人間が必要だからさ。<laughs> うん、伝える側の人間のノウハウの問題があるから。だから、あのー、ほら、カタログだから俺も言うとるやん。どうぞ。ね、カタログスペック読み上げだったら誰でもできるんですよ。ね。<laughs> 今の YouTuber たちみたいに。カタログスペック読み上げだったら誰でもできるんですよ。<laughs> ね。こうやってサイト開いて。ね。<laughs> ね。あの、カタログスペックを音読するだけだったら、 別に釣り具のことを知らんくてもねできるじゃないですかそしてみんなやっとるじゃないですかね <laughs> だから伝える側の人間があのー、のその能力が低すぎて伝えようがないんですよ今セルテートっていくつ重さ多分そんなことやと思うけど軽すぎるもん そ何て言うんだろう。扱う。ね、振ったり、振ったり、なんだりっていう、扱うっていう意味で考えるんだったら、ルビアス・エアリティはいいと思う。ただその、巻くということに関して、巻くだけ。うん。巻くだけってことに関しては、やっぱり、やっぱ人間、ある程度の重量感っていうのが必要なんじゃないかな。なんだかんだで。ラインナップ。というのも200ちょっとやろ、確か。 イグジストって違った ?210 とかでしょあのー、やっとあれよ。あの、ツインパワー。ツインパワーの MGL。うん。ツインパワー MGL と一緒。あれも210とかだったから。ハンドルを、ハンドルを短くすれば使用感も変わるかな、エアリティ。うん。でも、イグジストと一緒やからね、ハンドルの長さ。 ハンドルの長さでごまかしすぎ。<laughs> 仕方ない大和だもの。だって大和だもの。うん、大和だもの。仕方ない。うん、どうしようも、そればっかりは島ノに及ばんからね。ハンドルの長さでごまかしすぎだよな。カルディアが長すぎるんだって、だから。 この辺は台が絶対勝てんからさだから前も話したけど台話に関しては何て言うんだろう海外の,あのギアメーカーとマジで組んだ方がいいと思う、うん、長い目見てねこれこれからも何十年も台話っていうのをやってくんやったらどうしてもギアの制度とかでシマノと戦わないけん時代が絶対に来るはずやからそれを見越して あの競技用の自転車のギアとかをガチガチにやっとるあのヨーロッパ系の,あのギアのメーカーあるじゃないですかあのママチャリはシマノだけど競技用の,あのギアとかってもうシマノって世界のシマノじゃなくなっとるじゃないですかねあのそういうところにあの業務提携みたいなことをしてもうさっさとね今コロナでお金あるってさそういうところに投資してうん 来たるべき、その、ギアの戦争に備えた方が、台湾の自前の技術で、あの、特許とか、アッチ系を何とかして、島のに到達するってのは、ちょっと時間かかりすぎるんじゃないかなっていう。<laughs> そうっすね、イグジストのハンドルってちょっと角度変わってますよね。あの、すごい回しやすいやつ。 ルビアスはすぐハンドル変えました俺もハンドル変えたなすぐファンネルにした2500のノーマルギアは50のハンドルなんですけど外側に広がる形状なので手首で回しにくい台はあーはい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 イグジストハンドル違いますもんねあのやっぱ角度の問題やろうな だそれで言うんだったら俺あれなんですよあのー、ベイトリール慣れの問題か知らんけどベイトリールのハンドルの角度最低じゃないですか <laughs> 前なんか動画で話したなあのアルファスエア開けた時の動画だなぜみんな同じ角度にしないあのイグジストの優位性がなくなるからですよ <laughs> あの、ベイトリールのハンドルの角度、最低最悪じゃないよくみんなあんなん使って我慢できますよね。なんでこんな、なんでこんな違いみたいな角度で、なんでこんなわけのわからん角度でみんなさ、使えるん意味わからんくない <laughs> 俺からしたらマジで意味わからんのやけど、回しにくいったらありゃしない。回し、あの、 いろんなポジションでいろ、ね、んなロッドのポジションで実際フレームにつけていろんなポジションで確認してみたけどこのハンドルの角度の巻きにくさや否やあのね綺麗にこう巻けないのよまっすぐ力のベクトルが何て言えばいいのかな ちょっとこっちは横側にねあのベクトルが行くのよ。いやーどうなんだろうスピニングと構えとるポジションが違うから慣れてないからけ。ガタガタでも慣れてしまえばそういうもんけ。えー。 あの普通になんかねまっすぐ本当に真っ正面にトンって置いて回すだけだったらこのまっすぐ回るんですよけどロッドにバーミングしてますうんロッドにその角度をつけたりしてやっぱそのスピングトゥーと比べて割と脇が締まるじゃないですか腕というかポジションが体のポジションがちょっと締まるじゃないですか中にそういうのも多分影響してると思うんですけどあの スペインが割とね何て言うんだろう自分の巻きやすいそのロッドのポジションをパンと決めたら綺麗に巻けるんですよだから前に俺言っとったじゃないですかこのこのハンドルノブのこの隙間が本当に大っ嫌いやって。 この隙間が本当にこのカパカパするこの隙間が大嫌いだっていう話しとったじゃないですかあの島の病でこっちはガタガタするっていうあれなんですよこれがそれの話であの何、ー、て言えばいいのかなちょっと待ちや下手くそなお絵かきの時間だよデレタビーズの時間だよデレタビーズの時間だよ だから結局ここに隙間がねここに隙間があるとあのま、ー、っすぐこのストレートのベクトルで巻いとるんだったらいいんですけどたまにねこの横のベクトルが働いてだからこそここに隙間があるとあのー、こうカパカパするんですよ。これだ。これ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 ,これ。 なんもない、その真正面で構えとったりするんだったら、ここがいいんだけど、けど実際ルアーを引いたりして、あのー、やるときにね、ね、その何て言うんだろう、リトリーブポジションっていうのかな、ファイティングポジションじゃなくて、リトリーブポジションみたいなことを言うのであれば、普通だったらね、真っ正面にあ,あれやそりゃ、このね、綺麗にまっすぐ巻けるわけよ。けど、 ロッドに角度をつけたりとかその自分の体の正面からちょっとずらした時にスピニングって割と手首で調整できるんですよ。持ち方変えたりとかして。ね。リールのハンドルの持ち方とか変えるとかしてある程度調整できるんですよ。けど、もうこっちがもうストレートになっとるからベイトの場合は。 あの前にここのねあのハンドルノブの隙間だったりとかシマノブのここの隙間がねカタカタするのが本当に心から許せみたいな話取ったじゃないですかそれと一緒であのロッドの角度を変えるとそのこうまっすぐ真っ正面だとまっすぐ巻い取ったベク力のベクトルがちょっと外側に行くんですよ。なのでそのハンドルノブだけが中でずれるからこの隙間があるとカバカバするんですよ。 ぐるぐるぐる,ぐるカ,バカバグルカバグルカバグルみたいな感じでそれがね本当にストレスで <laughs> 本当にストレスでだからこそ俺は回転性能を失わせてもあのこのハンドルの隙間ガチガチに埋めとるんですよ <laughs> きっちり埋めとるんですよもうどうしようもない0.0いくつくらいまで埋めとるんですよ <laughs> だからね、ほんとに。しかもほら、あの、左ハンドルだから、俺のアルファス。その、なんだろう。巻き巻きの感覚は、左手でやっとるスピニングと、似とるようなもんやねんか。ね。これが右手で巻くって話になったら話変わってくるけど。そうなんですよ。うわぁ、ジュさん分かってくれた。<laughs> そうなんですよ。だからこっちのベクトル、ちょっとこっちに外側にね。でもほら、スピニングはほら、 あのこう角度ついとるからね根元からちょっとこの外側に開いとるからこそある程度このベクトルがねあの動いてもね大丈夫なよわからん <laughs> なんかねこれをこれを慣れていいのかっていうのもちょっと不安になるしね <laughs> 角度つけたハンドル買わなあかんのかなっていう <laughs> ほんとに 本当に嫌でねマジっすかやっぱ慣れなんですよ絶対それってうんだここのカパカパとかもみんなほらねこの話初めてした時さあのそうだったじゃないですかこの話初めてした時この島の病のカタカタしとる時のやつをさライブがなんかで話した時もさみんないやそんなん気にならんよみたいなこと言っとったじゃないですか <laughs> ねえ この島の病のガタ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 するのが、あのみんな、え、そんなの気にしないよみたいなこと言っとったじゃないですか。確かにするけどみたいな。<laughs> うん。いやいや絶対そうなんやって。あれや、あのスティーズリ、スティーズリミテッドのセンターバランスが素晴らしいみたいな話したときに、うん。スティーズリミテッドと、あとアルファスエアーか。ああいう小型リールに関しては、このハンドルのカパカパがないっていう。 つまりそれって、あのー、回すときに、外側にベクトルが働いとるから、あのー、ローターと一緒。スピニングリールのローターのあの、あの歪みと一緒。あれと同じようなことが起きとるわけよ。むっちゃ気になるんですよ。<laughs> <laughs> これは慣れていいのかなそれとも、何とかせなあかんのかな いやー本当にだからその何て言うんだろうあの一定のリトリーブができなくなるんですよそれによってデメリットデメリットというか問題が発生するとしたら例えば1秒に1回転っていうね、あのー、リトリーブをするとしたら、あのー、例えば123ってなるけど巻い取ったりすると、あのー、途中でやっぱ引っかかって外側にベクトルがカタって動くから んか変更というか変身というかそのぐるるんぐるるんぐるるんってなるわけよぐるっ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 て回すんじゃなくてぐるるるんぐるるんっていうねもうねそりゃ楽っちゃ楽なんだけど何だろうね本当に。 本当にこれ何なんだろうね。だから動きの遊びあのがなくなるってことはある程度、まあ、できるようになるから。でねなんかね本当に嫌でこの隙間がねこの隙間がねカパ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 言うわけよ。<laughs> うん あのこのこの隙間がねカパ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 するわけそれがねハンドルを伝わってね自分の手にダイレクトに伝わってくるわけよもうねストレスでハゲる <laughs> もうストレスでハゲそうになるいいってなる <laughs> いやー本当にこれに関しては遊儀式自体ですよ 本当に一体何なんだろうねまあでもなんとなくなんとなく理屈は分かんないうんなんとなくあのねなんとなくぼやっとだけど理屈は分かったんやんどうしてそうなるかって